していた家康様が治めている三河へと武田軍が侵攻を始めるのでした。1573年三方ヶ原の戦いが起きるのです。武田の軍で三万が侵攻を開始、信長様より援軍を待てとのことです。家康様は浜松城にて籠城、信長様も援軍を待っておられました。しかしこのまま籠城を続けるの、我が三河の国は武田軍に蹂躙されてしまう。家康様、今は我慢の時にございます。我慢した行くに多くの命が失われてもよいと申すのか。援軍が来るまで籠城といてはなりませぬ。でねえ、武田はこの城を素通し、堀江城へ進軍。むざむざと我が民を犠牲にするわけにはいかん。家康様、出陣じゃ。三方ヶ原に向かうならは好都合、武田軍を背後より攻める。はあ、こんな戦を続けておっては兵が持たんぞ。大名でもないお主に何がわかる。わかるさ、前田の槍を持つ者として民を守るが我が役目。徳川家康殿、あんたは今川に一つしてあったかも。この戦でも
多くの民や家臣に助けられ生かされてきたんだろ。そうじゃ。だったらあんたの命をつないだ人々に送るのがあんたの役目じゃ。わしの夢は民が自由に幸せに生きる世じゃ。そのためにこの試合を振り我が命を燃やす。あんたの夢は何じゃ。すべてのための夢を叶えてみせる。